リトンソシーのラジオ歴史小話じゃが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 どうもこんばんは、こんばんは。えっとですねどうしましたって急にそ力強く。えっとですね、ちょっと今のやり直したかったなと思ったんですけど、はいちょっとあの前回ですかのいろいろ聞き直してたら最近、当初撮り始めた時に比べて、この 入りがちょっと落ち着いてきたなって感じがあったなので、はい、なんでもっと元気に行かなきゃなと、今日は少しだけはいテンション上がめにって、テンション上が上が,上がきたいなと、上げ上げまでいかないけど、うん、はいちょっと上げ目であががけで、上がるがけでいきたいなと思ってるんですが、うん、そうですね、えと年越し年越し。 2017年もクレーあのー、まあねぜひリートンのこの1年振り返るもあの聞きたいなと思ったんですけど、はい、僕もまあ振り返ってみてこうやってラジオ作ったり、はい、自分で喋って発信するみたいなこと、うん、今まであのー。 個人の名前でね、やること、ほとんどなかったんですよ。僕もないいですよね、そんななかなかないですよね。これまで結構抵抗あったんですけど、今もうね、自分の声を、声を、こうやって発信してるんで、だいぶ僕のなんか性格みたいなところも透けて見えちゃうんじゃないかなと思うんですよねだからまあ、ちゃんと話ができるようにならなきゃなと思った時に、やっぱ大事なのって、どんな話が、どんなタイミングでも、どんなふりが来てもできるか。 なんかそこかなと思った時に日々の,あの情報収集どんな情報に触れてどんな感情を持ってでそれがまあどういう自分の価値観から来てるのかなとか自分の感性をまあ振り返るとかでそれをまあ人に分かる形で伝えながらまあ具体的なお話とか。 うん、これを丁寧にやろうと思えばあの時間かけて、ね、できると思うんですけど皆さん忙しいじゃないですか、はい、仕事をしながら限られている時間の中でこれをどうインプットを効率的にして効率的にアウトプットするかみたいなのを、まあ、情報収集能力みたいなところってすごく大事だなってようやく、はい、もうすぐ30になるんですけどうん、うん、ようやく気づいてですねこれはなんとかせねばいかんというところで。なんかあのーね かつて歴史上活躍した武将とか政治家の方とかで、うん、なんかこういうところにたげてる話例えば僕、先週離島の孫子の,あの兵法をまあ学ぶ初級編の会に勉強に、はい、ってきたんですけどそこで、えー、と洋館編、はい、でそこで、えー、先に朱鞘を用いるっていうやつそんなお話もあったのでうん、うん、やっぱり大事なことなんだなってあの改めて思って。 なので、まあ、ちょっと今日そんな話からあのラジオ歴史小話でききたたらなと思ってきました情報収集っていう意味で言うと、うん、やっぱり非常に大切なことというのはですね大事なものが何かっていうのが分かってないと結局こう惑わされてしまうというかフェイクニュースに踊らされてしまうんですよねだからあのよく情報収集こうすればうまくなるとかあのできるっていう ハウツー本的なものってあったりするんですけれども、あのー、情報収集に限らずですけれどもやっぱ大切なことというのはこういかに自分がアンテナをまず張るかこれがすごく大切なことなんですよねこう情報をいろんなところいろんな角度で集めるまずはその網を大きく広げるっていうこと、うん、これがすごく大切なのかなと。 網目自身がスケス,ケでもスカスカででもいいんですよ、うん、すごいスルスルスルっていろんな大切なものがこう、うん、漏れていってしまうかもしれないけれど大きいものが引っかかっていく、うん、そうするとどんどんそこのメッシュをここはもうちょっと細かくした方がいいとか、うん、ここはもうちょっと粗くしてもいいとか、うん、そこのメリハリが効いてくると思うんですよね。今自分に必要なな情報って何なんだろうこのタイミングで といういことを考えていくと、うん、一人僕の中で、えー、こうあえて挙げるとすればヘンリー・フォードっていう車の T 型フォードを作ったフォード社の創業者であるヘンリー・フォードっていう人、はい、この人のエピソードがすごくあの勉強になるなと思っていて彼自身はもともと技術者なんですよね。 で彼自身、技術のことに関しては非常に優秀で当然、いろんなことを分かってやっているわけなんですけれどもそんな彼でも結局、えー、あることで訴えられるシーンがある、えー、それは結局、彼は何もやっていないと社長ととしててやっいいない車を作っている会社の社長,、ね、社長として社長として何もしていないと。 いうようよな訴えられ方をすると訴え元は訴え元は誰だったんでしょうね、ちょっとあ、うん、あの誰が訴え元だったのかというの、ん、存じ上げてないんですけれども、はい、あの彼はその中で、えー、相手方の弁護人というか、検察なのか弁護士なのかわからないんですけど、に断されるわけですこの数字について知っていますかとか、この状態、今、会社の経営状態はどうなっているんでしょうか。 詰め寄らられれてヘンリー・ーフォードは何一つ答えられなかったんですねじゃああなたは一体何をしているんですかって聞かれたヘンリー・フォードが答えた回答というのが何だったかっていうと私はそれを誰が知っているかを知っている。お<ー>その例えばその財務の話だったら今の言葉で言えば CFO に聞けば分かる。はい 技術の話だったら技術主任とかあるいはそういった人に聞けばわかる購買関係についてはその購買の責任者に聞けばわかる私はその数字を誰が知っているのかその情報を誰が持っているのかそれを知っているとそれをマネジメントするのがマネージャーとして社長としての私の仕事だということを言っているんですねなので人それぞれ得意不得意な分野があるわけですよ あのの先ほどおソシエも言った通りもうソシエも30生きてるわけなので、うん、自分にとってすいすい入ってくる情報とすいすい入ってこない情報ってあるわけです,あります人間得意不得意があるので,、うん、でそこで、あのー、やらなければいけないことっていうのは得意なことはどんどん入ってくるのでまだまあ30なので得意なことはどんどん入れたらいいと思うんですよでその一方で誰の本を読んだらいいんだろうとか どういうリソースにこういう分野はアクセスしたらいいんだろうとか例えば僕もあの職業柄ですねいろんな知識いろんな情報を持っといた方がいいということで最近女子高生で何が流行ってるか<お>こういうのもアンテナを張ってるわけですすごい網目が細かい細かいんですただ僕はどうしたらいいのかっていうと、はい、そこで女子高生の流行ってるものなんて分からないのでググれないんですよね、はい れそもそも,もお友達に女子高生なかなかいないですよねいいな,いでいないので、はい、なので僕はネイバーまとめでーあのガールズトークとかそういう分野のタグがあるので <laughs> そういったところを見に行ったりとか、あのー、そういうので例えば安定にってるんですね、うん、だから僕自身は当然ほ、あのー、その情報のど真ん中にいるわけではないし、うんうん、だネイバーまとめにまとめられるタイミングになってきたらもうすでにもしかしたら旬が終わってるのかもしれないです。うんうんうん でもなんとなくそういうのを持っておく、うん、そういう情報リソースを持っておくだけでも、うん、あなんとなくこういうのが流行ってそうなんだなとか,なんかこういうのが今、あのー、こう流行してるんだなとか、うんうん、で例えば僕はそういうのでインスタっていうのを初めてそこから知ったりとか結構前といってもそれでも1年ちょっと前かなインスタを始めたのもそういうのがきっかけだったりとかしますし。 あのー、あるいはこう自分がこういう苦手な分野はこの人の本を読んだらいいとか、うんあのー、この先生の書いてることを読んだら分かるとか、うん、なんかそういうふうにしたらす、あのー、すごくいいと思うんですよねだからどういう情報源などういうメッシュを増やしていこうかなってって、うん、例えば宇宙のことだったら。 どういうふうな、あのー、情報源アクセスするのがいいのか、うんうん、サイエンス誌を読んでも分からないとかだと、うん、やっぱりもうちょっと簡単な、あのー、も,うもしかしたら小学生でも分かるとか小学生向けの本とか漫画で分かるとか,、うん、なんかそういうのに、うん、を使ってもいいですしあ<ー>、あのー、そこは自分の知識レベルに合わせればいいと思うんですよね。うん、なるほどヘンリー・ーフォードもも問われた時にもう まあどこに情報あるかって知ってるけど、あえてその細かいところまで自分では追わないっていう意思決定をしてるそうそういるうとですっていうことなんですねそうです。だからあんまり細かいことを知りすぎることが、果たして本当に経営の対局的に必要なのかということで、うん、あで大切なことを言わせてました。うんはい、それでその回答を持ってヘンリー・フォードは結局あの何もやってないことなんてないと、それが社長の仕事だということが認められて、結局、無罪判決なんですよね。<ー>で真逆の人が誰だったかっていうと、これも有名な話ですけれども、はい、ジョブズ。 ステ,スティーブ・ジョブズはあのー、アップルの日本法人の社長だった時の原田さんが、はいあのー、言ってますけれども養生在庫、要は船,で船の上に運んでいる在庫の数の確認までジョブズに求められる、スティーブに求められる、それぐらいジョブズっていうのはどこに何があるのか細かいことまで気にする。 えー、ヘリードと真真逆逆です、ね、真逆なんよ、ねまあ、そこはマネジメント情報をどういうふうに捉えるか、うん、彼にとってそこがすごくキーンな、うん、気になるところだったからっていうところは当然あるでしょうし、うん、ただそれは人それぞれによって何にどれだけメッシュをかけるかっていうのはまさにここが意思決定、うん、でそこの入ってくる情報を決め方によって入ってくる情報も変わってきますから。うんうん 自分の行動とか選択とか、うんうん、そういったものに影響してくると、うん、いうことで、えー、非常にどういう情報ツールを使うか、うん、掴むか、うん、これがあのー、大切なポイントなのかなと思ってます、うん、なるほど情報のメッシュまあそれ言い換えると例えば好奇心ということに近いイメージですかね,すね、うん、なるほどわかりましたなんかあのー、そうですねやっぱり 何気なく過ごしている生活の中にも引っかかる情報、そうじゃない情報、例えば街歩いてると駅とかにあの美術館のえポスターとかありますよね。でやっぱこういうラジオ、歴史小話取り始めてから文化とかえ少し関心を持ち始めて最近だと上野の美術館で運慶の,あのやつとかやってましたけどああいうのとか全然引っかからなかったですよね。<laughs> なんかああいうのがパッとと間接視野に入っっててきてふっと振り向 行くような,なそんな感じになったりしたのでまたそれをが溢れてますす、ね、れてままけどうん、うん、まだまだ荒いなっていう意識があるんですけどそういうところで、まあ、少しずつメッシュが細かくなっていく、うん、なんかそのメッシュの細かくなり方がまさに自分の,その好きな領域自分の持っているメッシュすべての領域が細かいわけじゃない、うん、だけどある領域がまあ細かくなるっていうところが今日のリートの話なのかなというふうに思ったので、はいはい、ちょっと自分の情報収集に生かしていきたいなというところで本日のラジオ歴史小話こんなところでしょうか。 えー、ラジオ歴史小話お相手はリートンとソシーでしたありがとうございます、うん